2月24日木曜日の山陽新聞ニュースです。全国各地で25日に始まる国公立大学の2次試験前期日程に向け、岡山大学、県立大学、新見公立大学で24日までに会場の準備が整いました。このうち岡山大学の千島キャンパスでは職員が教室の机に受験番号を記した紙を貼り付け、 試験科目と時間を黒板に書き込みました。掲示板にはマスク着用を呼びかける看板を掲げました。キャンパスには多くの受験生が下見に訪れ、掲示板で会場を確認していました。岡山県内で唯一温室桃を栽培する岡山県小王町の石川博之さんのビニールハウスで桃の花が満開になりました。 厳しい寒さが続く中、ピンク色に染まったハウス内は甘い香りに包まれています。20日から母と共に人工、受粉をはじめ、作業は来月上旬まで続くということです。路地ものより1ヶ月半ほど早い4月下旬の出荷を目指します。倉敷市内に全国の人気店のラーメンを扱う。 自動販売機が登場しました。倉敷市の水島地区と玉島地区を結ぶ県道沿いに、あるトランクルームの敷地内にあり、17日に販売が始まりました。具材入りのスープを冷凍しており、一食1000円で販売しています。現在は濃厚な豚骨スープが、特徴的なジロー系のラーメンバリオなど5点の商品を扱っています。 続いて、天気予報です。2月25日は、岡山県南部、北部ともに晴れでしょう。岡山県南部の最低気温はマイナス3度、最高気温は11度でしょう。岡山県北部の最低気温はマイナス5度、最高気温は10度でしょう。降水確率は、岡山県南部、午前0%、午後0%、岡山県北部、 午前0%、午後0%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。